ティマルーティマルーの位置、ティマルーはニュージーランド南東カンタベリー平野に位置する町である。人口は27,200人。ティマルー、ティマルーとはマオリ語で避難所の場所を意味し、1100年代にマオリ族の部族が現在のカンタベリー地方に入植し海産物、鳥類などを狩猟し、生活を始める。部族は石などを材料に工芸品を製作し、 部族の工芸品はニュージーランド全土へ行き渡る。1700年代後半にヨーロッパからの調査船が来航し、1800年代、初頭にアマを収穫するためヨーロッパ人が入植する。1829年に捕鯨を目的とする船員たちが入植を始める。マオリ族の女性と結婚するヨーロッパ人が増え次第に人口と定住者が増加する。 夏季の平均気温は摂氏20.9度、冬季の平均気温は摂氏11.4度、7月から1月の気温は摂氏1.2度から摂氏10.1度、年間平均降水量は5 7 3ト、mm、ル。ビール、カンタベリードラフトの工場がある。ティマルー空港からクライストチャーチ国際空港、ウェリントン国際空港への航空路線が就航している。 クライストチャーチ、ダニーデン、クイーンズタウンタから高速バスが運行されている。ありがとうございます。